アイドルジャンププレゼンツポップコーントップ10フライデー、 K-POP アイドル応援アプリアイドルジャンプの提供でお送りします。こんばんは、 AKB48 本田ひとみです。アプリアイドルジャンプの投票機能と連動した K-POP のオリジナルチャートをお届けする番組、それがアイドルジャンププレゼンツポップコーントップ10フライデー。番組ハッシュタグはカタカナでポップコーンです。さて、11月最後の放送ということで、今日は今月の MVP の発表もありますが、そうですね、今月振り返ってみると私個人もね、いろいろなお仕事をさせていただいた1ヶ月だったなと思います。特にちょっと遠出する機会が多かったのもすごく楽しかったですし嬉しかったですね。移動中って皆さん何されてますか？私は常にイヤホンを耳に突っ込んでおかないと落ち着かないタイプなので、移動中に欠かせないのがズバリ音楽です。というわけで今日の1曲目は最近私がよく聴いているこの曲をかけたいと思います。セブンティーンで今明日世界が終わっても。お送りしているのはセブンティーンで今明日世界が終わってもです。皆さんは移動中に聴いているお気に入りの楽曲ありますか？ね、もしも K-POP の曲でおすすめがあったらぜひぜひ教えていただきたいです。さあ、ここからはアイドルジャンプ This Week's Top 10です。アプリアイドルジャンプの投票機能と連動した K-POP のオリジナルチャートをお届けします。今週も投票してくれた皆さんありがとうございました。まだ投票したことがないという方はぜひアプリをインストールしてみてください。それではアイドルジャンプ This Week's Top 10、 最新11月20日付のランキングです。まずは第10位から6位まで一気にご紹介しましょう。第10位、シジミー。第10位は2週連続の2位からのダウン、イ・スンユンでプライシーハングオーバー。先月行われた日本での初ライブでももちろんこちらの曲が披露されています。ライブで盛り上がっているシーンが想像できますね。第9位、クグミー。第9位は初登場、ストレイキッズでララララ。今月リリースされたミニアルバムの中の1曲、手でウェーブを表現するダンスのラララララチャレンジも話題です。ストレイキッズは年末の紅白歌合戦にも初出場ということで、年末にストレイキッズの姿をねテレビで見れるのとても楽しみですね。第8位、パリリー。楽しんでおー、今この瞬間メディア見せんおー、また輝く記憶、8週連続のランクイン、 JO1 でレディオビジョン。 JO1 のメンバーは品川庄司の品川博史監督の映画アウトにも出演されていて、キレッキレのアクションを披露しています。いつか私もアクションものに挑戦してみたいですね。第7位、チリリー。第7位は先週9位からの再浮上、ムンジョンオプで XOX。 ムンジョンオプさんといえば全て東京で撮影されたというフォトブックも発売されました。東京のどんな場所で撮影されたのか気になります。第6位、ユーミー。 Everybody's looking at you、6位は初登場、エイスでエフォートレス、コリアンバージョン。2017年デビューの5人組グループエイスがメンバーの兵役を経ておよそ2年ぶりにリリースした新曲です。
今流れている韓国語バージョンに加え英語バージョンも同時リリースされています。ということでまずは10位から6位までお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。そうですね、私個人的にはストレイキッズのラララララチャレンジちょっと気になっています。最近 TikTok の投稿滞ってるので、ちょっと踊る系のもねやらないとなと思っています。それではランキングに戻りましょう。アイドルジャンプ This Week Top 10、続いて第5位の発表です。第5位、オーイは先週7位から再浮上、アストロジンジンで Wave in my heart フィーチャリングユンフェイ。10代をアメリカで過ごしたというユンフェイさんの英語と韓国語のラップもかっこいいですよね。私はラップとかできないというかやったことないのでわかんないんですけど、いつか挑戦してみたいなと思ってます。それでは第4位は、第4位サーリー。第4位は SF9 フィオンでドライブ5、14週連続のランクインおめでとうございます。ちなみにフィオンさんが中学時代に好きだった科目は韓国語と韓国文学なんだそうです。それもあって素敵な歌詞が書けるのかもしれませんね。私も文系なので国語は好きでした。それでは今週のトップ3に行きましょう。第3位は、第3位サミは先週4位からのワンランクアップ、 NiziU でハートリス。 NiziU のプロデューサー JY パークさんがメンバーと一緒に踊ったこの曲のダンス動画も話題になっていました。 JY パークさんのファッションがリトルマーメイドのアリエルにしか見えないとネットニュースにもなってたのを見てちょっと笑ってしまいました。私最近この曲すごくハマっててよく聴いています。それでは今週の第2位は、第2位第2位は先週3位からの再浮上、ペンタゴンで約束 with universe。 6週連続のランクインですね。僕たちはずっと君のそばにいるというファンへのメッセージが込められた曲です。モノクロから始まって徐々にカラーになっていくミュージックビデオもなんだかグッときますよね。それではアイドルジャンプ This Week's Top 10、今週の第1位は、第1位イリー。見事2週連続の1位獲得です。 BTS ジョングクでStanding Next to You。
りしているのはアイドルチャンプ This Week's Top 10、 今週の第1位 BTS ジョングクで Standing Next to You です。東京都のラジオネーム K さんからは、ジョングクのおかげで辛いことも乗り越えてこれました。こんな年になってもジョングクの歌声を聞くことができる日々に幸せを感じ、毎日元気に過ごせていますというメッセージいただきました。こんな風に思ってくれてるファンがいること、ジョングクさんもきっと嬉しいでしょうね。改めまして2週連続の第1位おめでとうございます。というわけで今週もたくさんの投票ありがとうございました。以上、アイドルチャンプ This Week's Top 10でした。この後はイテウォンクラスでもおなじみシンガーソングライターのガホさんが登場です。アイドルチャンププレゼンツポップコントップ10フライデー、アイドルチャンププレゼンツポップコントップ10フライデー、アイドルチャンプピックアップアーティスト。続いてはアイドルチャンプピックアップアーティスト。今週はシンガーソングライターのガホさんがこのスタジオにやってきてくれました。まずはリスナーの皆さんにご挨拶をお願いします。こんにちは、ガホです。めっちゃ嬉しいです。お願いします。お願いします。はじめましてですね、よろしくお願いします。さあ、ガホさんがメインテーマを歌ったドラマイテウォンクラスは大ヒットし、日本リメイクの六本木クラスも放送されました。私も韓国語の勉強のために当時韓国でイテウォンクラスを見ていたんですが、早速じゃあ質問していきますね。ガホさんは日本がお好きということですが、特にどんなところが好きですか？일단처음에는순서가있었는데처음에음악을너무좋아하게됐었고요음악을좋아하다보니까문화를이제좋아하게됐었고일본에오니까일단음식이너무맛있었고그래서제가개인적으로일본편의점에있는통조림있잖아요생선통조림있잖아요생선통조림네, 네그런거많잖아요 네, 네그걸올때마다항상먹는데또그게한국에서안팔더라고요그래서 일본에온김에 네되게다양한걸많이하고가는것같아요그래서매력이되게너무많아서좀얘기하기힘들그런느낌이있어요 네そうですね、私は日本のいろんなところが好きなんですが、最初に好きになったきっかけはやはり音楽です。で、音楽が好きになって日本の文化も好きになり、本当に料理も美味しいなというふうに感じるようになりました。特に日本のコンビニで売ってる缶詰の中でもお魚の缶詰が好きで、来るたびに食べてるんですけれども、韓国にも売っていなくて、来ると食べるようにしています。そういうふうに日本に来るときにはできるだけたくさんの体験をしたいなと思っているほど、日本のさまざまなところに魅力を感じています。ということは、お酒が好きなのかもしれないですね。音楽がきっかけで日本好きになったとおっしゃってましたが、例えばどんなアーティストさんが好きになったきっかけだったんですか？メキシマムドホルモンいらぬバンド、デスメタル하시는バンド분들인데、제가초등학교4학년때이분들음악듣고처음으로음악에관심가져서 MP3 를샀었던그래서이노래가되게어떻게보면소리를많이지르는음악인데학교에서초등학교4학년짜리애가그걸들으면서학교에서소리를많이질렀었거든요 와소리를많이 그래서굉장히많이혼났었는데 왜근데 그래서반친구들도이해를못했었던그런되게특이한아이였는데 、네、 이제그분들의영향이있었고지금도그분들의영향으로인해서밴드음악을하는것도있기때문에꼭일본에서만나고싶은분들중에한분이시고그곡제목이 What's Up People 이라는곡이었거든요 이게데스노트 OST 였었어요애니메이션マキシマム・ザ・ホルモンというバンドが好きでして、ヘビメタルのバンドです。実は彼らを初めて知ったのが小学校4年生の時で、初めて聞いて音楽に興味持つようになりました。で、結構叫んだりしますので、学校で私も叫んだりして出回ったりしたんですけれども、結構先生に叱られたり、子供たちに理解してもらえなくて変わった子みたいな扱いにされたこともありますが、今も彼らの影響を受けてバンドの活動をしております。なので日本でもぜひ会ってみたいアーティストの一人がマキシマム・ザ・ホルモンです。ちなみにデスノートというあのドラマの OST を歌ったバンドでして、タイトルは What's Up The People です。は
意外ですね。ねえ、まだまだ楽しいお話ししていきたいんですけれども、曲に移りたいと思います。こちらどんな曲なのか教えていただけますか？네제미니앨범타이틀이었던럼미라는곡입니다아私のミニアルバムのタイトル曲である Love Me という曲です。일단저희할아버지를보고쓴곡이었는데그할머니가먼저돌아가셨거든요돌아가셨는데할아버지가이제그회상하면서지내시는데그모습을보고곡을썼던거였어가지고되게슬픈감성이있으면서되게몽환적인분위기의곡이어서되게새벽에듣기좋은곡인것같아요네되게잔잔한잔잔한가아니뭐잔잔한곡입니다네そうですね、実はこの曲はおじいさんを見て書いた曲です。実はおばあさんが早く亡くなって、おじいさんがこう悲しむような振り返っているような姿を見て書いた曲となります。なので全体的にちょっと悲しい感性ではありますが、少し神秘的な雰囲気もありまして、深夜に聴いていただくといい曲になっています。それではガホさん、曲紹介お願いします。ガオのロブミです。どうぞ。お送りしているのはガホさんでラブミーです。そしてガホさんからリスナーの皆さんにサイン入りチェキもいただきました。詳しくは番組公式 X をチェックしてください。さらにガホさんにはこの後6時30分頃にオーディと Spotify で配信されるアフタートークにもお付き合いいただきます。ガホさん、アフタートークもよろしくお願いします。お願いします。以上、アイドルジャンプピックアップアーティストでした。ポップコーン。アイドルジャンププレゼンツポップコーントップテンフライデー。東京 FM アイドルジャンププレゼンツポップコーントップテンフライデー。アプリアイドルジャンプの投票機能と連動したランキングに加え、ガホさんとのトークもお届けしました。ガホさんとは初対面だったんですけど、すごくフラットに話しかけてくださったり、ひーちゃんって呼んでくださったりして、すごく嬉しかったです。さあ、そんなガホさんの曲は来週もランクインするのでしょうか。アプリアイドルジャンプでの投票は毎週実施されています。アプリストアでアイドルジャンプをインストールして、ぜひ投票してみてください。投票は月曜日の夜7時までです。さらにただいま2023年ベストソング投票の予選が始まっています。詳しくは番組公式 X やホームページをチェックしてください。そして11月最終週ということで、今月の MVP が決定しました。11月の月間 MVP に選ばれたのは、ドゥルル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 ドゥン、ペンタゴンで約束 with universe でした。いや、そうですね、納得の結果だなというふうに感じてます。今月たくさんこの曲聴きましたもんね。本当にいい曲で、私も普段からこの曲聴くようになりました。というわけで、月間 MVP のペンタゴンの皆さん、そして投票してくれたファン、ユニバースの皆さん、本当におめでとうございます。こちらの曲も入った11月の番組公式プレイリストも Spotify でぜひチェックしてみてください。またこの放送の後18時半頃には、オーディと Spotify で私本田ひとみのアフタートークとカホさんとのトークの続きが配信されます。どちらもぜひチェックしてみてください。それではまた来週金曜日にお会いしましょう。 AKB48 本田ひとみでした。アフタートークも聞いてねー。